ユーラ・モフシシャンは、アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国、バクー出身のサッカー選手。アルメニア代表。ポジションは FW。1987年、アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国の首都バクーにて、生まれた。アルメニア人ではあるが、アルメニア国内で住んだことはない。モフシシャン家は、経済的に急乏していたことから、父親は養うために、 ユーラが12歳の頃にアメリカ最大のアルメニア人コミュニティがあるカリフォルニア州パサデナへと移り住んだそこでサッカーを習い始め地元にある高校や大学でもサッカーを続ける中高校時代の監督の口利きによってアメリカ代表でコーチを務めている人物と出会いその人物を通じてナイキが主催する親善試合に参加した際に注目を集めることに 成功。コミュニティカレッジに在籍する唯一の選手として2006年度のスーパードラフトにかけられ、カンザスシティウィザーズと契約した。カンザスシティウィザーズメジャーリーグサッカー、アメリカ合衆国サッカー連盟、アディダス社の共同若手育成プログラムジェネレーションアディダスと契約し、カンザスシティウィザーズからドラフト指名される。2006年5月13日の DC ユナイテッド戦で途中出場からデビュー。翌2007年シーズンの4月25日にトロント FC 戦でプロ初得点、5月16日のニューヨークレッドブルーズ戦で2得点、その後、ロサンゼルスギャラクシーとクラブデポルティボチーバス、USA 相手にそれぞれ1得点を挙げ、プロ2年目は5得点を記録した。 レアルソルトレイク2007年9月17日、スーパードラフトピックとロースタースポットとのトレードで、レアルソルトレイクに加入する。初出場を飾った、ロサンゼルスギャラクシー戦で、キャリーイタリーの得点をアシスト、シーズン最終節のヒューストンダイナモ戦でキャリア初の、レッドカードによる一発退場処分を経験した。翌2008シーズンは、ファビアンエスピンドラ、 ケニー・デューカー、ロビー・ファインドリーに次ぐ4番手として見られており、事実、出場機会は限られ、8月16日のヒューストン・ダイナモ戦まで、シーズン初得点を待たなければならなかったが、9月6日のロサンゼルス・ギャラクシー戦において、エスピンドラが早々に負傷離脱したことで途中、出場した際に、シーズン2得点目及びウィル・ジョンソンの得点をアシストすると、 同月の3のゼアースクエークス戦。で2得点を挙げるとでスピンドラの穴を感じさせないほどにシーズン終盤戦で得点を量産し11月1日にリオティントスタジアムで行われたチーバス USA とのプレイオフ第1戦では決勝点を挙げた2009年7月26日にデンマークスペルリーガのラナース FC と2010年1月1日からの プレ契約を締結する。同シーズンは、昨季の好調を維持できずにいたが、MLS カップのロサンゼルスギャラクシー戦に、先発出場して、優勝を成し遂げた。ラナース2010年1月1日に、デンマークスーペルリーガのラナース FC へ移籍する。3月7日のエスビアウ FB 戦で、初出場を飾り、以来、かつてのリーグ得点王マーク2号を抑えて、 地位を確立しており、4月14日の FC、ミッティランセ戦や、同月のシルケボーイフ戦において、それぞれに得点を挙げると、シーズン後半加入にもかかわらず13試合7得点と、高い得点力を見せ、会に低迷していたチームの残留に一役買った。翌2010から11シーズンも、定位置を確保しつつ、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11では、 予選1回戦の F91 デュドランジュ等の第1戦で2得点に加え、セーレン・ピーダー戦のアシストをし、予選3回戦の FC ローザンヌスポルト戦で3得点を挙げた。これらの活躍やアルメニア代表に招集されたこともあり、FC ディナモ・キエフや FC ルビン・カザンといったクラブから関心を引き、シーズン途中に対談することになった。 FC クラスのダール2011年1月に FC クラスのダールに移籍金200万ユーロで移籍をした。3月12日の FC 暗示マハチからとの2011から12シーズン開幕戦で初出場を飾り、次の PFC スパルタクナリ地区戦で早速初得点を挙げ、以来序盤戦に負傷しながらも、 FC ボルガニジーニノブゴロド戦での2得点を含むリーグ戦14得点を挙げる活躍からシーズン終了後の12月30日にファンによる2011年度の最優秀選手に選ばれまたスポートボックス RU による新加入の外国人選手トップ1 2にも選出された翌2012から13シーズンも昨季同様に得点を量産しており ルビン火山との開幕戦、FC アムカルペルミ戦で、それぞれ2得点を挙げ、FC ロコモティフモスクワ戦では1得点と、ジョアン・ジーニョへのアシストを決め、FC モルドビア・サランスク戦においては、2得点とドゥシャン、アンジェルコビッチへのアシストを記録した。12月初旬時点で、リーグ戦13試合12得点を挙げ活躍していた、ことにより、 様々なクラブの関心を集め、チームからは3年契約を提示された。しかし、自身が求める給料との開きが埋まることはなく、成長の糧となったチームに、感謝の言葉を告げてシーズン中に移籍した。スパルタク・モスクワ2012年12月8日に、移籍金750万ユーロで FC スパルタク・モスクワと契約合意。 年俸は150万人ユーロで4年半契約を締結したと伝えられる。2013年3月10日の FC テレク、グロズヌイ戦で公式戦デビューを果たし、3得点を挙げる。なお、デビュー戦でハットトリックを達成した選手は、スパルタクの歴史の中で初であり、またプロキャリア初のハットトリックでもあった。 その後、アムカル・ペルミ戦でも得点を挙げて、リーグ戦、通算13得点とし、フルスクラスのダールのバンデルソンと共に得点王に、輝いた。翌2013から14シーズンは、クリリア・ソベトフ・サマーラとの開幕戦において、ペナルティーキックでシーズン初得点を挙げた。レアル・ソルトレイク2016年1月15日、レアル・ソルトレイクに、レンタル移籍した。 アメリカ人女性と結婚してアメリカ合衆国の市民権を得ていたことでアルメニア代表とアメリカ代表のどちらかを選ぶことができたが最終的にアルメニア代表を選択した。主な理由は定期的に代表でプレーする機会が得られることとアルメニアがアメリカより自身を必要としていたためとしている。2010年8月11日にイランとの 新善試合で代表デビューを果たし、2010年9月7日に UEFA ユーロ2012予選のマケドニア代表戦で代表初ゴールを決めた。出展、出展、代表での得点レアルソルトレーク。ありがとうございます。